世界で一番短い聖書のお話の時となりました。今日は9月に入って非常に寒く20度を割ってる、そのような気候で、ちょうど涼しい中、この世界で一番短い聖書の話をとっています。で、今日の聖書の箇所は、求めなさい、そうすれば与えられますです。祈りを通して神様はいろいろ答えてくださいますが、まさに生きている神様が具体的に現れるということが、そして、まさに主は生きているということを体験させられることがあります。私が進学生の時に友人とカリスマセミナーに行くことにしました。カリスマの働きに触れ始めた時ですよね。ところがそのカリスマセミナーは早く始まってましたから、全てのセミナーに入るためにはですね、朝9時からの進学校の授業をキャンセルしなければなりません。そこで友人との間にトラブルが起こりました。友人は朝9時からの進学校の時間をキャンセルして、カリスマセミナーに最初から出よう箱根でやっていましたと言ったんですね。ところが私はですね、キャンセルはまずいと、まず進学校の授業に出て、それから遅れてもいいから12時に終わって箱根のカリスマセミナーに行こうと、こう言ったんですね。そこで論争になりました。で、論争になった時に私の友人はこう言ったんですね。じゃあ神様に聞いてみよう、こう言ってですね、9時に出るべきですか、また12時に出るべきですかって祈り始めたんですね。で、私はくだらないことを祈るなと思ったんですが、黙ってその祈りを見ておりました。そしたら次の日ですね、そのことを全く知らない教会の祈祷会でですね、霊が臨まれたんです。いくつかのグループに分かれて祈るんですが、私たちのグループはですね、非常に強くのまれ、そしてですね、熱心な祈りになりました。他の人が帰っても我々だけは帰れなかったんですね。それほど強い霊の存在があったんです。それであまり遅くなったので、女性だけを介して、で、保護者と私と2人になりました。その時にですね、奉仕者が突然予言を始めたんです。そして何と予言を始めたのかって言ったら、9時に出なさいと。私はびっくりいたしました。前日9時か12時かって祈ってるわけですね。ところがその予言してる人は意味が分からず、どういう意味ですか、9時に出なさい、どういう意味ですか、こう言ってたので、私は事情を話して、そしてですね、答えであったということを言いました。まさに主は生きて働いておられます。主を熱心に求めていきましょう。どうもありがとうございました。